キーを移す、あ、外す、外す、ん、外す。ちょっと怪しいご関係お二人出ますか。せっかくなんでキャンギャル的な感じでバトンタッチみたいな感じで。あ、いいっすね、いいポーズです。あ、ちょっとそこだけアップしたいけれども、まあそのままにしときますね。俺の目線もそっち行っちゃうな。ということで、じゃ あ、 あのお次は、はい、こちらも同じ型で、同じ型の前期型、前期型、はい、の N ボックスの何年車、25年車か、25年車。あ、袖ヶ浦じゃないですか。はい、の袖ヶ浦どこですか。あの市原、市原、市原にいたんすよ。昔昔、ああ、本当に昔ですけど。じゃあ会ってたかもしれないですね、もしかしたら。いやでも割と俺年的におっさんなんで。じゃあ、あれかな、だって20代前半、20代ですね、前半、前半ですよね、若いな。あ、じゃあ会ってないかな。多分見てないかもしれないですね。20年前ですよ、リタの本当に。ああ、4歳だ。ということで、まあね、これあのちょっとさっきホイール気になったんですけど、はい、純正なんですか。S660 の純正のリア、リアホイール、リアホイールの 6.5J のプラ50を投資で。 あれ 6.5J もあるんですか。はい、フロントが 5J かなんかで、リアが 6.5J なんで、それを4本投資で履かしてもらってます。ね、純正なのに結構引っ張ってあるなと思って。そうですね、サイズそんなあるんですね。いや、キャンバーもついてるし、これ何度ですか。キャンバー 前後フロント4度半ぐらいで、リア6度ぐらいですかね。4度半と6度ぐらいですね。これじゃあ足回りは結構そこそこ変わっている。まあそうですね。どういう感じになっているのかな。見ちゃおうかな、下から覗いちゃおうかな。これちょっとスカートだったら美味しいですよね。あれ、え、ちょっとこうやって覗く感じだったら美味しいですよね。はい、こうやってどうぞどうぞ。はい、いただきます。じゃあその流れでこちらも、はい、はい、いただきました。はい、いただきました。いや、いいのかな、俺は。俺はちょっとやっぱこの女子に対してそういうこと言ってるっていうのがいいのかな。変わったチャンネルになっちゃいますね、また。いいのかなと思っちゃうんですけどね。な感じ。まあでもね、そこのワンシーンをちゃんと見てくれるかどうかっていうのがわからないんで、あのスルーされちゃうかもしれないです。そう、大事です、そこは。まあ、いいっすよね、そこは。そこでそこからニョキッとでちょっと棒が出てますけど、はい、これ何棒ですか。ちょ、コーナーポールっていう類で、で N ボックスの、そのこのカスタムで純正オプションでコーナーポールってものがないんで。あ、ないですか。でこうやってその埋め込みとかをしてる方を ほとんど見たことがなくて、 あんまりいないカスタムだなと思って。それでちょっとあそこから、はい、遊びで、あそこで踊るみたいなことしないですか。あ、もうポールダンスみたいな感じでくる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 回ったりも。やってみます。任せてください。ノリがいいっすね。ノリがな感じです。あ、なるほど。やります。さすがにそれみたいですね。じゃあ後ろの、はい、サイドステップ純正ですか。サイドステップ純正です。純正ですね。後ろも映るかな、これ。これな、アクセル加工とかですか。あ、アクセルはつけてないです。あ、つけてない、はい。え、これ純正のアクセルに、はい、まあ、キャンバープレートなんですけど、はい、危ない仕様です。なんすか、危ない仕様って。お金をかけない危ない仕様です。なんか怪しい、大丈夫ですかそれ。途中で外れちゃったりしないですか。怖いですね、ちょっと。車庫帳はどこのやつなんですか。車庫帳は、なんだっけ、ファイナルコネクションのキッズってやつですね。下がるんですね。そうですね、8センチダウンぐらいかな。あ、8センチダウンでこんな7、8センチぐらい、そうですね、ダウンで。いいなあ。マフラーはみ出てますね。はい、これはワンオフですね。ワンオフですね。よく見たことあるパイプですね、これは。はい、ステンのパイプ、32パイの、を中間から持ってきて、はい、
作ってもらいました。あ、じゃあ割と音します？音、そうですね。エンジンかけますか？あ、多分入ってきた時の動画あるんで、それとつなげるんで。了解です。ブリブリ言ってたらね。ダメだな、もうこれ。チャイナドレスよりいいんじゃないですか。何のシーンも映ってない。全部こっち向いてて。これは有料会員のみです。あ、見れるのは有料会員のみですか。はい、今のシーン誰も撮ってないですね。中はやってますか？中は特にはちょっと汚いんですけど、もう荷物ばっかりで、もう焼き弁当たっちゃったんで、もう。あ、焼き弁当たった。はい。じゃあもう今日帰ったら焼きそば。もうそうですね。明日も焼きそば。毎日焼きそば生活が始まろうとしています。はい、ぜひ一緒に。内装はほとんど純正で。はい、あ、純正で。ビールポイントって言われるかな。味噌煮とかですかね。まあ、まあ濃い茶かな。あ、濃い茶の方ですか。うん、濃い茶大好きなんで。濃いの。濃いのが出るように濃い茶飲んでる。ああ、そういうことですか。はい、なるほどね。じゃあ、焼きそば食べるとどんな感じの方が。もう。はい。あれ、はい、急になんかおとなしくなったんですけど、あんまね、ちょっとなんか会話的にあれかなっていうのばっか喋ってますけど。ちょっと、ブッブーなっちゃうから。ピーって。ピーってなっちゃうから。ピーは入れないですよ。そのままでいいですよ。そのままもう行きますから、本当に。行きます。喋りますか？私はいい。どこまでここのあのミーティングがオッケーなのか。いや、まだ撮影されてるんでしょ？あ、一応今してますね。YouTube？ YouTube です。出ます？出てもいいですか？あ、いや、いいっすよ。じゃあ、おたけと一緒に。あ、じゃあ、ちょっと、じゃあ。あ、ちょっと待ってください。あそこなんか、色が塗られてるんですけど、あれ、アームですか？あ、ロアーム。セレスティアのロアームを交換してます。それは、そこってことですよね。はい。ああ、それで、やっぱりキャンバーがついてる。それと、まあ、キャンバーボルトで。はい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 。キャンバーつけてます。なるほど。わかりました。じゃあ、このぐらいで。はい。いいですか？喋りたいな、喋りたいな。いや、ないですか。はい。大丈夫ですか。大丈夫です。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。